友達の経験した話なんですが、長文です。高校の卒業式に友人 A は同級生で親友だった男 B に告白された。ちなみに A も男。 A はショックで混乱しつつも B を傷つけないよう丁寧にお断りしたそうだが、 B から一度だけデートしてほしいと、懇願され、情もあって承諾したらしい。で、実際デートというか二人きりで映画を見て食事をしただけしたんだが、別れ際、俺が女だったら A は俺と付き合ってくれたかと聞かれたそうな。 B は県外に進学する予定だったし、おそらくもう一生会わないだろうという思いと、二人で楽しく過ごした学校生活を思い出したこともあって急に寂しくなり、お前が女だったら付き合うどころか結婚してたかもと答えたらしい。 B はそれを聞いて泣きながら、ありがとう、ごめんな、さようならと言って去り、A も涙が止まらず、泣きながら B の背中が小さくなって消えるまで見送ったそうな。それから数年後、 A はバイト先で知り合った C という女の子に告白され付き合った。 C はことあるごとに、ああ女に生まれてよかったという癖がある子だった。ある日 C がやたら上記のセリフを繰り返すので、いつもは聞き流す A もなんでと答えた。あ、なんでと聞いた。すると C は、だって私が男だったら A は私と付き合わなかったでしょと答えた。その時 A の頭に浮かんだのが B の顔。それまで滅多に思い出すこともなかったのに、 C のこの言葉が B が別れ際に言った言葉と全く同じ話し方だったらしい。しかもこの会話があった場所とは B が別れた場所と同じ地元の駅前だった。その時は偶然だなと思っただけらしいんだけど、それから C の行動を注意してみると、驚くほど B とそっくりなことに気づいた。笑い方、食事の仕方、本の読み方とかの仕草や好きな食べ物、好きな音楽や映画などの嗜好物も実は全く一緒だったらしい。A は、B は性転換と整形をして C になり俺に近づいたのかなんてことも思ったが、 C の親、当然 B の親とは別人にも会っていたし、 C の女子校時代の友人にも会っていたし、第一身長が全然違う。 B は170センチ超えで C は150センチちょっとと、かなり小柄なので、ただの偶然だ、似てると思うからそう見えるだけだと自分に言い聞かせたらしい。しかしある日、 C の家で A と C が二人でテレビのロードショーを見ていた時、 C が、これ懐かしいね、最初のデートで見たよねと言ってきた。 A はぎょっとした。その映画は B とのデートで見たもので、 C とは見にも行っていないからだ。この映画やったのって俺ら知り合う前だよ、前の彼と勘違いしてない？と言うと、嘘、一緒に見たよと言って聞かない。それどころかその日の A の行動を細かく話す。ホットドッグのケチャップをこぼしただとか、釣り線間違えられて得したこととか、しかもそれは全て事実。さすがに怖くなって A は適当な理由をつけて帰宅した。それから A は C のことが怖くなり、好意もなくなってしまったので別れを告げた。別れ話は修羅場で、 C は泣くわ、暴れるわ、死のうとするわ、手がつけられなかったらしい。結局 A はバイトを辞めて、一時は家族や友人一同にも音信不通となって県外へ逃亡。連絡が取れるようになってから事の顛末を聞き、男らしくないなと私が言うと、だって結婚するって言ったじゃん、だからこの女になろうと思ったんじゃんって C が言ったんだよ。手首切った後に、絶対やべえって思うじゃんと A は答えた。最初話を聞いた時は仕草や思考物の一致は偶然、映画云々の話は A と C の勘違い、
A は映画デートの一件を C に話していて、 C がそれを自分が経験したことだと勘違いだと私は思ってたんだけど、この女になろうと思ったという C の言葉は怖いなぁと。ちなみに A は B に告白されたことを C にもバイト仲間にも話していません。 A は今再び音信不通状態なんだけど、このスレ見て思い出したので投下してみました。